徳川四大将軍徳川綺綱と南蛮貿易の関係。イントロダクション。江戸時代の政権である徳川幕府は、その支配者である徳川家により代表されていました。徳川綺綱は徳川家の四大将軍としてその地位を継承し、幕府の政治や外交に大きな影響を与えました。徳川綺綱は南蛮貿易に関わったことでも知られています。本動画では徳川綺綱と南蛮貿易の関係についてさらに詳しく掘り下げます。徳川綺綱と南蛮貿易の関係。南蛮貿易は16世紀から17世紀にかけてヨーロッパと日本の間で行われた貿易で、主に銀や漆器、絹などが交換されました。徳川綺綱はこの貿易を通じて外交的な利益を得ることを狙い、積極的に交渉を行いました。彼は南蛮貿易によって西洋文化にも興味を持っていました。そのため彼はオランダ商館長のフランシスコ・カルベイロと親交を深め、西洋の科学技術や文化について学ぶことができました。その結果、彼は幕府の政治や文化に多大な影響を与えました。徳川綺綱と南蛮貿易の重要性。南蛮貿易は当時の日本の社会制度とは合わず、幕府は貿易を厳しく管理しました。そのため徳川綺綱は南蛮貿易に対しても厳しい姿勢を取ることがありました。しかし南蛮貿易は日本の文化的経済的な発展に多大な影響を与えました。南蛮貿易を通じて日本は西洋の文化や技術を学び、それらを自国の発展に生かしました。徳川綺綱は南蛮貿易を通じて日本の文化的経済的な発展に貢献したといえます。南蛮貿易の衰退と徳川綺綱の死。徳川綺綱の死後、南蛮貿易は次第に衰退していきました。幕府は貿易に対する姿勢を硬化させ、外国船の入港を制限するようになりました。さらに18世紀には幕府が海外貿易を独占する多大地貿易政策を採用し、南蛮貿易は完全に終了しました。結論。徳川綺綱は南蛮貿易に対して積極的な姿勢を示し、外交的な利益を得ることを狙いました。また彼は南蛮貿易を通じて西洋文化にも興味を持ち、フランシスコ・カルベイロと親交を深めました。その結果彼は幕府の政治や文化に多大な影響を与えました。南蛮貿易は日本の文化的経済的な発展に多大な影響を与えたといえます。南蛮貿易が日本にもたらした文化的経済的な影響を考えると、徳川綺綱と南蛮貿易の関係は日本史における重要なテーマの一つであるといえます。徳川綺綱の功績は多岐にわたり、その偉大さを今後も語り継いでいくべきです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。